ネットワーク2010はグレーター名古屋イニシアティブのエリアである名古屋100キロ圏を取材範囲として2008年に設立されました。まずは名古屋のルーツを探るため、古地図、写真等のデジタル化を行うアーカイブス事業に取り組みました。2010年は名古屋市でコップ展愛知トリエンナーレ2010名古屋開府400年記念事業が開催された年でした。折しもネット環境の進展により YouTube による動画配信も可能となる中、精力的に動画コンテンツを制作、全国に配信を開始するとともに将来への貴重な記録を残すこととなりました。以後も歴史街道、祭り、まちづくりなど様々なテーマで名古屋100キロ圏を取材、多くの映像コンテンツを制作して現在に至っています。現在名古屋ではリニア中央新幹線の名古屋開業に向けて様々なプロジェクトが進行しています。ネットワーク2010はリニア開業に向けた名古屋の変遷を継続的に映像化しています。また産業革命以来の変革の時代といわれる今、名古屋におけるイノベーターの交流創出の場、名古屋イノベーターズガレージの活動の紹介、またアフターコロナにおける地域活性の切り札となるインバウンドを紹介していきます。とかく宣伝ベタと言われる名古屋ですが、その潜在力は捨てたものではありません。所有するデジタルコンテンツや長年培ったネットワークを土台に、官民学が一体となった情報発信のプラットフォームの構築を目指しています。